話を。寺田さん、救急車。分かってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。奴は登場会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺は奴を失脚させるためにその100億を、そして弓はその計画に志願したんだ。弓か。アレスに急げ、カズマ。弓が危ねえ。アレス、アレスに弓か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい。確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東条会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東条会の未来がそこにある。はい。カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれ、カズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した子供のための施設。いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやさんが本当の親父でした。